皆様ごきげんよう、チューリッププリンセスです。今日は私の美食女おにぎりセットのご紹介です。その前にちょっと連続して私の感じがわかる動画がちょうど直近にありましたので、こんな感じでいつもくるくる動画を撮っています。今お袖を直しましたね。こんな感じで、これよくショートとかに載せてる画像、これに音楽をつけてショートに載せています。昨日のコーディネートですね。はい、終わりました。こんな感じです。ありがとうございます。ではおにぎりセットのご紹介です。左上から、平飼い卵と刻みネギの卵焼き、そしてこちらのウインナーも、第一宅配ので買った、丹沢ハムのすごく安全な無添加の皮なしベビーウインナーで、私のとってもお気に入りのウインナーです。で、左側のお皿と同化した白いのが、無添加の浅漬けのもとで作ったカブの浅漬け。そして、こちらおにぎりですね。おにぎりの中身なんですけれども、本当は鮭にしたかったんですけど、もうすっかりね、鮭のフレークが多分王子も食べてたんだと思うんですけど、なくなっちゃってて、あちゃーと思って、あーどうしようと思ったら、梅干しの叩いたのがあったんですね。叩き梅みたいなのがあって、それも第一のなんですけど、なのでそちらを詰めて、梅干しの、叩いたのですね、練り梅みたいなのを入れた、お味噌汁じゃなくて、おにぎりですね。おにぎりにしました。おのりは、成清さんのおのりで、こちらも第一宅配で買ったものです。で、右側が、これももう何日か前に作ったお味噌汁だと思うんですけれども、いろいろこう、人参とかキクラゲとか小松菜が入ったお味噌汁が、まだ冷蔵保存したのが待ってたので、こちらもやっぱりいただいておきました。そしてこの上がブロッコリーですね。ブロッコリー嫌いな方ごめんね。でもブロッコリーやっぱりアンチエンジングにいいので私は食べたいんですね。ちょっと王子も苦手なんですけれども、やっぱり私は、結構好きなんですね。なので、ブロッコリーと、チーズのおかか醤油。あえです。これ昨日の動画見てください。こんな感じで私昨日、おにぎりセット、なんか、ランチみたいな、ちょっと遅めのランチみたいな感じでこれいただきました。すっごい美味しかったですね。卵焼きはね、アガベシロップとヌチマースにしました。すごい美味しくできましたね。ちょっと甘めの、おにぎりセットに合う、ちょっと甘めの、卵焼きにしました。ね、わあ、美味しそう。今見てもまた食べたいですね。ウインナーと卵焼き、最高。それに、浅漬けもあるのがまた最高。はい、こちら、お味噌汁ですね。これはもうやっぱり、健康のために私、食べてるって感じですね。美容と健康のために、具沢山の、お味噌汁をいただいています。こちらね、嫌いな方ごめんね。ブロッコリーとチーズの、醤油おかかあえ。でも醤油、このね、チーズの、チーズおかかっていうのが、私結構好きで、チーズとおかかと醤油をこう、あえたのをおにぎりに詰めるのも好きなんですね。あ、今日それも食べてみようかな。それ母が得意で、このちょっともうブロッコリーの映像やめますね。なので、それを気に入ってくださってね、真似してくださって、すごいお嬢さんと一緒に美味しい美味しいって食べてくださってる美食女様、これ聞いてくれてるかわかんないけど、すごいありがとうございました。嬉しかったです。なので、チーズおかかのね、おにぎりも大好きです。あ、今度それにしようかな。はい、こんな感じですね。ちょっとね、今回ブロッコリーとかぶったのでね、梅干しにした、梅のおにぎりにしたんですけれどもね。こんな感じ、すっごい美味しかった。私のね、大好きなおにぎりセットです。ねえ、すごい本当に、またこれ毎日でも食べたいぐらい。あ、これは昨日のクリームシチューですね。これも本当に美味しかった。はい、では、こんなところで、あと、25秒かな ?20 秒。あ、そう、スラムダンクの本当にザードのね、マイフレンド。いつも輝いていたね。ありがとうございました。すごいね、すぐ聞いてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。また、あれはね、好きなので私も歌いますね。それではまた、チューリッププリンセスでした。